どうも、実況のケイトです。さて、第2戦は鈴鹿サーキットもう始まったんかい。さて、今回はちゃんと上に表示してますよ。さて、今回はケイトが先にスタートだそうです。もうスタートしてるけどね。さて、まあまあ鈴鹿が得意なケイト、しかしコントローラーなのでハンコン勢にはなかなか勝ちづらい系統でもある。まあ SG をどう攻略していくか。おお、うまく攻略はできていますね。相手の方もまあ攻略はうまくできています。まあ相手うまいしね。うん、さてそろそろデグナーカーブへ来ました。おっ、最初は曲がれた。次は、おっと、オーバーシュート。順位を落としました。さて次はヘアピンですね。ここで差を縮めることはできるのかな。微妙。まあなかなか差を縮めるのは難しいでしょう。さて差を縮めることはできるのだろうか。ここで変わりました。スプーンコーナーを攻めますね。おお、やはりうまいですね。ハンコンだけあって、それ言っちゃうのかよって話ですが、ここでおっとバックストレートに入った。ここでケイトが追い上げる。おお、ここで順位が入れ替わりました。そんでその次は試験員。この試験員は意外と難しいと、まあ中の人は言っておりますので相当難しいんでしょう。さて試験員も抜けホームストレートに帰ってきました。そしてはい、ラスト1周、ラスト1周はミスなくいけるのだろうか。まあそんなこと言ったらまあフラグになるんで、まあ言ってもいいのだろうかって感じですが、第1コーナーは問題なくクリア。さて次の S字はいけるかな。慎重に一つ一つクリアをしていきます。さてうまくいけるか。おっと、ここでまたカメラが変わりました。差はさほどないでしょう。そしてテイルトゥノーズになりましたね。おっと、ここでサイドバイサイドになるか、なるか、ならなかった。そんでデグナー、ケイトは先ほどこれオーバーシュートになったのでミスらずいけるか。ミスらなかった。さあセクターは通過。これまあ大体半分は過ぎたってところですね。さてヘアピンはどう攻めていくのか。やはり差があまりない。そしてかなり熱いバトルをしております。あまりにも実況下手すぎて自分は何とも言えませんが、とにかくスプーンコーナーへ来ました。ここはミスなくクリアできるか。クリアできました。そんで最後のバックストレート、ここで抜かすことはできるのか、それともケイトが逃げ切るんだろうか。まだ分かりません。左の高速コーナーを抜け、次は試験員。さあ2度目の試験員はクリアできるか。おお、クリアしました。最後の右コーナー曲がり、ゴール。見えねー、見えたー、ゴール。2戦目はケイトが1位で逃げ切りました。差はあまりないようですが、それではまた。